横浜みなとみらい21、日石横浜ビル日石横浜ビルは、横浜市中区桜木町にある、エネオスグループ所有の超高層ビル。当ビルは、みなとみらい地区の横浜銀行本店ビルの隣接地に1997年6月、完成した。地上30階、地下2階、高さ133メートル。春工当時は、当時の日本石油が、 三菱石油との合併前であったため、新日石ではなく、日石の名を冠している。低層部には、エネオスのサービスステーションや、ファミリーマート、展示場面積400平方メートルの日石横浜ホール、飲食店などが入居している。高層部はオフィスとなっており、最上階には、テナント専用のカフェテリア、ハーバービュークラブがある。 桜木町駅前へ伸びる動く歩道及び港未来大通りを挟んだランドマークプラザとは3階のペデストリアンデッキで結ばれている。当ビルは1990年前後から現在に至る高層ビル施工を対象とした全天候型ビル自動施工システムによる工事例である。このシステムにより特殊工程の自動化による重労働の軽減、天候に左右されない。 快適な環境での作業の実現、高所作業の低減、外周養生による墜落や飛来、落下などの講習、労働災害の撲滅を実現した。また、良好で安定した作業環境の確保により、またプレハブ化やユニット化の大幅な採用も、相まって最高水準のビル品質を確保している。もに、港未来地区の三0バ区に該当するが、住所では、 東ビルが中区桜木町一丁目であるのに対して、東ビルのすぐ北側に歩く、境及び町境によって、横浜銀行本店ビルは西区港未来三丁目となっている。ありがとうございます。